発達障害という才能を伸ばす。どうも発達障害カウンセラーのカズキです。本日は発達障害持った人は忙しさに追われると人生積み出すということについてお話しいたします。発達障害、ASD、アスペルガー、ADHD なんかを持っていますと、まあとにかく仕事が大変すぎますよね。ただでさえ仕事内容が合わないのにもかかわらず、人間関係とか長時間の往復出勤っていうのにヘトヘトになってしまいがちです。そしてさらにはやっぱり発達障害持ってる人って劣等感大きいからブラック企業に勤めてしまうんですよ。もうこうなったら最後、あなたの人生というのはどん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 積んでしまいます。いやそんな怖いこと言うなよと、一生懸命仕事頑張ってるんじゃないか、社会復帰するために頑張ってなんかそんなこと言うなって思う方もいらっしゃると思いますが、やっぱり発達障害を持ってる方というのは忙しさに追われて自分の時間というのがなくなったりとか、やりたいことができなくなると本当にいろんなものが崩壊していきます。なので今回はじゃあなぜ発達障害を持っている人が忙しさに追われたら積んでしまうのかという理由とその対策についてお話します。こちらちゃんと見ていただきましたら、あなるほどなと、確かにそういう面があるな、じゃあ自分もそういうところにはまりかけていいから気をつけようと具体的な対策を打てるようになりますので、ぜひ最後までご覧になってください。というわけで、発達障害を持っている人が忙しいと積む理由、まず一つ目が成長する時間がないということです。やっぱり発達障害を持っている僕らって会社勤めしんどいんですよ。だから多くの方が資格を取ってもうちょっとゆとりのあって、なおかつ高級の仕事に就いたりとか副業自営業なんかを始めた方がいいんです。ただそのための時間っていうのが取れなくて、いつまでも目の前の忙しさに追われて20年30年何も自分のやりたいことできずに生活も苦しいままで続いてしまうんですね。もちろん自分のやりたいことっていうのが今の仕事の延長にあるのであればいいんですよ。例えばデザインとか映像とかね、業界によってはどうしてもブラックなところってあるじゃないですか。で自分はそれで独立するために今はそこの厳しいところにいるんだというのであれば、まだ100歩譲っていいのかもしれませんが、生活のために働いています、別に手に職がつくわけでもないしやりたいことでもない、むしろできればこの仕事辞めたくて副業とかやりたいんだよという方なのにもかかわらず、日々の忙しさに追われるような企業に勤めているというのはとても危険なんですね。それならちょっと収入が下がったとしてもアルバイトとか派遣にして空いた時間というのを自分のやりたい勉強とか仕事に費やした方が100倍マシです。人生というのは豊かになります。毎月のお給料で幸せが決まるわけではないんですね。ただこれ本当難しくてね、やっぱりどうしても僕らって会社勤めすることが正義っていう洗脳されてるじゃないですか。もちろんそれが自分に合ってるんだって人もたくさんいらっしゃるんですよ。でも苦しさを感じてる人も多いです。例えば朝6時に起きて1時間かけて会社に行きますと、で9時から働いて11時に終わればまあいいんだけど、基本的に 2,3 時間残業があって、まあ20時とかに仕事が終わって、でそこから1時間かけて帰ってからご飯食べてお風呂入ってちょっと YouTube 見たらもう寝る時間で、明日も朝6時に起きなきゃいけないって、もう何もできないじゃないですか。物理的にギッチギチで自分が勉強するための時間、成長するための時間が取れないってなってしまいますと、どん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 あなたの精神というのは病んでいき、やりたいことが一生できずに終わってしまいますので、とても危険なんですね。じゃあどうすればいいのと、仕事辞めたらいいんですかと、いやそんな言うの簡単だけどさ、やっぱり生活が苦しくなるの嫌だし、副業失敗したとしたら転職するって、ね、できるか分かんないじゃないですか、とそんな責任持てるんですかってね、言われる方いらっしゃると思いますんで、そんな方のためにぜひ隙間時間の活用なんてのをやってみてください。例えば僕だったら電車の中では絶対に本を読むってのを決めていました。その他ご飯食べる昼食の時間なんかには絶対試験の勉強なんてのをしていましたし、モチベーションが高い時はやっぱり家帰ってから自分の仕事をやってたんですね。
だからそう、もしあなたが本当に成長したいのであれば、そのくらいやってください。その会社に勤めたまま自分が成長したいのであればね。いや、それきついっすよと。そんなん言うの簡単だけどさ、そこまでちょっとしんどいですって思われる方もいらっしゃると思います。そういった方はですね、ぜひプラスアルファで人の力頼ってください。例えば僕なんかだと副業とか自営業のためのサポートなんてのもしてるんですね。そしてその生徒さんには、じゃあ来週までにこれやってきてくださいねというちょっと厳しめの課題なんかを与えるんです。するとですね、いや言われたからちゃんとやってこねえとなっていうプレッシャーが働き、人間って結構やるようになるんですね。というのもやっぱり人間って基本的に甘い生き物ですから、自分で自分のことを制御するってめちゃくちゃ難しいんですよ。それこそライズアップとか分かりやすいですよね。ダイエットってみんな一人でもできるじゃないですか。でもなんでわざわざみんなライズアップ通うのって、あの強制力が欲しいからですよね。もちろん誰かに頼むってお金かかりますけれども、先行投資として人の力を使うってめちゃくちゃ強力ですし、実際僕も今現状いろいろお金を払って自分の生活ってのをコントロールしているぐらいなので、いや自分で頑張るとかって舐めたことを言わずに、ぜひ一歩踏み出して自分の成長のために使えるものは使っていってください。そして人生積んでしまう理由2つ目が、気力が湧かないということです。つまりたった今空いた時間で何とかしようよ、隙間時間使おうよってお話ししましたけども、忙しすぎるとそれをやろうという気力すら起きなくなってしまうです。これほんとめちゃくちゃ危険です。だって本来であれば意欲があってやりたいって情熱を持てるものも持てなくなってしまうんですよね。それこそ体力持ってかれて勉強する気なんてのは起きないですし、体がヘトヘトだからそこからご飯作ろうなんて気力も起きず、栄養も足りない状態になる、コンビニベッドになってしまうと。で、帰ってできることといったら YouTube ぐらいになって、ああ仕事の家のオフで俺は何のためにこの仕事してんだろうみたいなことになってしまうんですね。特にこれは自分で仕事をやってる人じゃなくて会社勤めの人なんかはもうどうしようもないです。実際僕なんかも結構これしんどくて、毎日の YouTube の動画投稿があるから日々撮影とか原稿書いたりとか編集ってのがあるわけですよ。でも毎月公演当事者会っていうねイベントもやっておりまして、これ毎回内容が違うから直前になるとやっぱり冊子を作ったりとかパワーポイントも作んなきゃいけない。ちなみに8月21日は最強メンタルの作り方っていうね講演会やるんですけども、公演当事者会の 1,2 週間前っていうのはもうずっとイベントのための仕事をして、その1日の仕事が終わってご飯食べ終わってフォロワー終わってから夜の10時ぐらいからメイクしてスーツ着てこうやって撮影始めるんですね。ちなみに現在は23時40分4本目の撮影でございます。今はもう僕慣れましたけども、まともな精神だったらこんなんやってられませんよ。なおかつ僕は自営業なので自分のペースで働けて、なんとか今まだ体力残ってますが、サラリーマンでこれやれって言われたらもう無理ですよ。夜中まで撮影して普通に明日休みます。人間には限界がありますから、一日フルで働いて頑張ったらもうヒットポイント残ってないんですね。だからこそですね、忙しくなったら僕らの人生というのは積んでしまうわけです。自分のために働くならまだしも、やりたくない仕事をしてる人っていうのはずっと無気力人間で、食べるために働く人生を歩んでしまいます。そして発達障害を持ってる人が忙しくなると人生積む理由、最後3つ目がシンプルにメンタルが病むということです。仕事の家の往復で人生の充実感って感じることできると思いますって話なわけです。やっぱり疲れが溜まると人間っていうのは正常に判断をすることができなくなります。何のために働いてるのかっていうのがよく分かんなくなっちゃうんですね。もう結論から言うと、じゃあ何のために僕ら一生懸命お金稼ぐのって、幸せになるためじゃないですか。お金を稼いで生き延びるためじゃないですよね。あなたが月たった20万とかを稼ぐために人生を浪費するのはもったいないです。いやそれがやりたいことだったらいいんだけど、やりたくないことでそれをやるっていうのはもったいなくないですか。せっかく発達障害って生まれたのであれば、あなたは間違いなく素晴らしい才能を持っているということですので、ぜひそれを思う存分生かして自分らしく生きてほしいんですね。そしてそれがあなたには可能なんです。もちろん自分で仕事する、副業する、自営業するって怖いことだと思います。だってやったことないし教わったことないから。
実際僕なんかもやっぱり最初の頃はアルバイトとかをして空いた時間に自分の仕事をしていました。もちろん一時的に年収とか月収っていうのは下がっていましたが、長い目で見たら生涯年収爆上がりしましたので、お金がないから動かないんじゃなくて、お金がないからこそ自分はやるんだ、人生変えるんだという思いを持ってちょっとずつねアクションというのを起こしていってください。発達障害というのを持っていますと、ついついブラック企業に勤めてしまいがちですし、目の前の忙しさに追われて本当に大切なものっていうのを見失ってしまいます。そうなったら最後成長する時間もありませんし、何かを頑張る気力も湧かない、そして最後にはメンタルが病んでしまいますので、あなたの幸せは何なのか、本当の自分は何やりたかったのか、自分の幸せって何なんだろうかということを真剣に一度考えていただき、あなたの心から望むことというのをやっていってください。そのやり方とか成功の方法っていうのはたくさんあります。もしねそれが不安っていうのがありましたら、一言お声掛けいただければ副業でも自営業でもサポートさせていただきます。僕は普段このようにあなたの人生がより良くなるような動画を毎日投稿しています。さらに多くの人が幸せになりますように、この動画の拡散およびいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。発達障害持ってると本当に生きづらいこといっぱいありますが、それは素晴らしい才能があるんだよということの裏返しですので、あなたしか持っていない才能ってのをぜひ見つけ伸ばしていってください。あなたの幸せや成功を心より応援しております。以上、かずきでした。